はい、こんにちは。これはね、マッチボックス、珍しい、ミニカーメーカーなんですか、日本ではね、やつで、さらに珍しい車種だったんです。これはね、リンカーンコンティネンタルタウンカーつってね、まあ、似たような形のやつもんでね、いくつかあるんですね。で、その中に似てるのがリンカーンベルサイヤっていうね、もうまさにベルサイユ宮殿にいるような車の、リンカーンベルサイユ。これに似てるんだけども、まあこれはあのリンカーンコンティネンタルのタウンカー。で、リンカーンってのは、もともとそのリンカーン大統領ってのが、俺は電気でもいるじゃないですか。で、そのリンカーン大統領を尊敬していて、この会社の、そういう設社の人がね。で、その人からこう、まあ、名前を少しちょっと取って、で、リンカーンという名前を、こう、自動車会社のメーカー、高級自動車メーカーとして、アメリカのメーカーで付けたんですね。で、その、まあ、車で、まあ、当時、その、フォードグループがね、そういう、あの、中でリンカーンブランドを作っていた。ということは、もう時代がかなりもう、古いからリンカーン。ただ日本だとリンカーンって言われてもあまりピンとこないかもしれないですね。あの、まあ、キャデラックとかね、そういう何、キャデラックとかではよく知られているけども、リンカーンって言われてもどこのメーカーなんだかね、今はリンカーンはあるのかちょっともう忘れてしまいましたけどもね。まあこれはあの、まあよそに、まあよそにじゃない、この説明にね、入らさせていただくと思うんですけど、リンカーンのベーシックモデルであるコンティネンタルは、アメリカ車で最後まで残った巨大なフルサイズだが、80年モデルチェンジしてついに縮小された。同時に高級パーソナルカーのコンティネンタルマーク V もモデルチェンジして、フォードは番号も設けられたので区別がつきにくいものの、コンティネンタルの方は2フードとも同じコイルベースだ。で、タウンサイズ。は前年のフォード LTD マーキュリーマークスに続くもので、フィアモント、ゼファーの軽減を取り入れながらも、基本的にはセパレートフレームの旧型の設計を敷く。 LTD マークスのホイールベースは少々長いが、従来型に比べて全長で 35m、 底幅は 4.5m 縮小され 350g 近く軽量化された。エンジンも発電度のみでオプションで 5.8L が選ばれたが、標準は 6.6 リッターから5リッターまで押され、電子制御燃料噴射と合わせて、メーカー発表の EPA 燃費が 38% で改善された。収納式ヘッドライトは廃止されたが、相変わらずの大きなロールスロイスクリューグリルやオペラーウィンドウ付けるドークなどで高級車らしく出現していた。従来同様、上級版にタウンクーペ、タウンカーが設定されたが、翌81年、正式車名がタウンカーとなった。80年、ビルサイエの後継となる小型リンカーンにコンチネンタルが付けられ、タンカーは主に単にリンカーンと呼ばれることが、またフォードが伸びてあった兄弟型のシグナチュアシリーズに加え、最上級カルティナデザイナーシリーズが設定された。85年にはボンディ前後若少々変更され、89年にベースモデルやウィンドウがフォーマーの小型のものになった。この最大にして最も安いリンカーンのモデルチェンジを長く備え置かれたが、生産は途中から視覚的に増大し、88年にはなんと20万台を記録した。90年に全く新しいボディなのが、まあ、サイズは変わらなかったということですね。で、これ一番お安くても836万8千円でございますね。で、高くてフォードアの場合で995万円から1035万円でございまして、要はまさにバブル時代で、1980年から89年。まあ、本格的にバブルが始まったのが1985年で、まあ、まさにこの時代の人たちっていうのは、まあ、高度急成長を迎えた、まあ、今ではまあお仕事を引退されたおじいさんおばあさんですね。で、その人たちが若かりし頃の時、もう働き盛りで20代とか30代ぐらいじゃないかなの時に、その1970年代になってマンションがどんどん建つようになってね、新幹線は開通し、高速道路はできてきて、で、要は景気が良くなってきて、で、普通車はバンバコ売れた時代で、そしてやがて80年代になってくると、
やがてこうバブルへと、さらに景気がいい時代がさらに良くなってきて、そして85年になるとバブルを迎える。そうするとですね、今の日本じゃありえないことなんだけども、当時は BMW が、ね、日本のカローラと比べて大したことねえやって、ありえないことなんですね。日本のカローラと大したことねえやと思って BMW を買う人がいるぐらいだった。でそれで、まあ、こういうキャデラックとか、こういうリンカーンとかね、キャデラックとか、もうこういうさ、600万円だろうが800万円だろうが1000万の車がだろうがバンバン売れてたんだよね。でしかも、まあ、バブルってのは恐ろしいもんです。ある意味主婦の人でももううんと稼げたっていうすごい時代だったんですね。ですからまあもうすごかったですよね。当時の株式をやってる人はもうバンバカどんだけ儲けたんだってぐらい儲けてて、で人間ってのはね、あんまりお金を儲けすぎますとね、脳的に麻痺しちゃうんですね。そうするともっと稼げもっと稼げっつって、でもどん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 金銭感覚が恐ろしくなってきちゃって、500万ああ安い安いと、1000万安いな、1億安い、2億だとかってね、どん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 高いものへ高いものへとこう求めていっちゃうんですよ。人間ってのは慣れってのはある意味ね、安心するものでもあるけど、慣れってのは同時に怖いもんだなと思うんですね。ですからまあね、当時で言ったら100万円、200万円のものって言ったらすげえ値段だなと思ってた。ところがバブルってのが来ると100万円のもの、200万円のもの安いなっていう感覚になっちゃうんだね。だからね、そういう感覚になってなるとね、まともなものがねちょっと曇ってきちゃうんですよ。だからまあバブルっていうのはね、来てほしくはないね、来ると恐ろしいからね。バブルってのは泡ですから、泡ってのはいつ弾けるかわからないって恐ろしさなんだよね。でも当時の人たちは弾けることなんてないだろうって、確かにバブルって泡だけど、でもその意味がよく分かってなくて、いや景気がこんだけいいんだからね、ずっと浮かぶ花時代が続くんだと段階世代の人じゃみんな思ってた。ところがどっこいよ、ね、90年代2年ぐらいになってバーンってバブルが弾けて、そしてだん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 景気が悪くなってきて、そして一気にガクンとなったのがリーマンショック、 GM のね、会社 GM、 クライスラー、フォード、このビッグスリーと言われたアメリカの大手の自動車メーカーが倒産したことによってガクーンと下がって、でそしてアメリカという国がこう保護のもとになんとかこうすぐにこう立て直すことがこうできたけど、ね、でもまあその影響ってのは決してアメリカだけじゃなくて、アメリカから世界全土にバーッと広がっていってしまって、で日本の株価は暴落し、アメリカの株価も暴落し、そして世界の株価も暴落し、恐ろしい時代だったんですよ。それからもう十数年、まあ景気が悪くなってからはもう二十数年ぐらいですかね、経ちますけども、いまだにこの国だけはね、まあ景気の悪さから出していないという悲しい状況なんですね。だからもういい加減景気を良くしようっていうことで、もうオリンピックにみんなかけてるわけですよ。だからね、まあオリンピックを開くことが、無事開くことができたとしても、まあ景気が良いぐらいでとどめておいた方がいいと思うんですね。もっと上のね、この国のトップの人なんかは、バブルをもう一度って言ってるけど、いやーバブルはもう来なくていいですっていうね、まあ、バブルが来ると確かにこういう車がね、1台や2台3台4台買えるんですよ。もう4000万の車が4台、4000万の車が1台、1000万です4台買えるね、1億だと5台買えるみたいなね。もうベンツ10台持ったのが、BMW が5台買おうが、ロールスロイス、ジャガー2、3台買おうが平気だっつうね。でもそうなったら危ない。だから BMW だったら1台ね、セカンドカーに BMW、リンカーン、キャラック持つんだったら、まあ1台で十分でしょうと。あともう1台は実用的なものは軽自動車か、2000、2.5 ぐらいの車ぐらいかな。でそれぐらいが一番いいんだよね。だからこれ調子に乗ってくると、今度セカンドからセカンドからってどん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 台数増えていっちゃうから、これが危ないんですよ。もうそんな感覚になったら危ないんですね。
まあというわけなんでございますね。でこれはこの任官コンチネンタルの良さっていうのはね、まあ、こういうバブルのまさにバブル時代だからこそこういう豪華な車ができまして、でこのところにこうちょっとリムジンみたいになっててね、こういう窓みたいなのがつい、あ窓じゃない、こういうちょっと伸ばしたような感じがあって、でここにサンルーフがあって、そう当時はこういうねブーメラン型のこういうなウィングみたいなのがね流行ってたんで、これなんかウィングじゃなくてなんかそうアンテナだとかって言ってたのかな、なんかアンテナみたいなやつでね、当時これが流行った時があったんですよね。今じゃこれねもうすっかり見ることなくなっちゃいましたけども、そういう車でした。でそれがこのリンカーンコンチネンタルだってね、800万1000万ですよ。800万1000万の車がどんどん売れちゃったんだもんね。今じゃ考えられないよね。だってセルシオだって、あのセルシオを置いたって、レクサスを置いたって、シーマをシーマより高い、レクサスより高い、ワオみたいなね、もうそういう車が売れたんだもんね。いやー信じらんないですよ。かつてこの国もね、あのセルシオというのがねバブルの時に出てきて売れて売れて売れまくった、その時にわざわざセルシオのテストコースをね、セルシオのためだけにトヨタがセルシオのテストコースを作っちゃいましたみたいなね、今じゃありえない話だけど、まあバブルっての桁が違う、稼ぐ桁がねすげえな。でもねバブルが続いた残りってのは恐ろしいもんで、長時間労働って今なってるでしょ。だからその長時間労働ってのはそれの影響を受けちゃってるんですね。だからもう何時間働いたっていいんだ、鍛えれば鍛えるほどいいんだっつって、でそれでどん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 ね、8時間より10時間、10時間より20時間みたいにどん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 働いちゃって、恐ろしいということになっちゃいましたね。だからまあそういうね働き方改革でどう変わるのかはわからないけども、もっとこうまあ8時間労働ってよりももっと下げてね、そこで同時にその労働が足りない部分はそのロボットに補ってもらって、でそしてそのロボットから人間にお給料が出てくるよみたいなね、なんかそんな感じの仕組みに出てくるといいんじゃないかなと思います。まあ今ロボットがこれだけ進化してますから、まあ人間がものすごい昔みたいに長時間働かなくても、もうこんだけロボットがいればロボットが働いてくれます。ね、人間が例えば3時間5時間仕事しました、あとの時間はロボットに任せください、人間は5時間ぐらい、3時間から5時間ぐらいちょうどバイトする時間ぐらいでいいですよ、あとはもうロボットが働きますからっつって、だってロボットは24時間働いてくれるし、ロボットはその疲れを知らないですからね。ただ結局ロボットってもう機械だから、人間がね、最終的には見なきゃいけないから、今現在の時代だからね、だからまあ人間が見る必要があるんだけど、でも近いうちロボットは、今度はロボットがロボットを修理するっていう、こんな時代になってくるかもしれない。まあそんな話でございましたね。どうもありがとうございました。